グチオのノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅第1話は稚内市内観光。昼は北の大地ならではの動物と触れ合い、夜は新鮮な海産物をいただく。さあ今回はどんなノマド旅になったのか、それでは全貌をご覧ください。羽田空港にやってまいりました。久しぶりの飛行機移動です。飛行機の出発までね、ちょっと時間あるんで、こちらのパワーラウンジでちょっと作業をしたいと思います。パワーラウンジの中こんな感じですね。すごく広くて綺麗です。ドリンクはこんな感じです。今回乗る飛行機はあちら。ありがとうございます。稚内空港から稚内駅までこちらのバスで向かいます。羽田空港から3時間ちょっとかけて、無事に稚内到着しました。今空港からちょうど稚内駅のバスターミナル着いたんで、ちょっと稚内駅これからねちょっと見てみたいと思います。日本最北端の線路がこちら稚内駅前にあります。稚内駅めちゃくちゃおしゃれですね。こちらが稚内駅の構内、めちゃくちゃ綺麗ですね。札幌まで1万円もするんですね。ここから列車の本数は本当に少ないので注意が必要ですね。駅中には北海道の写真が飾られてますね。いや、いいっすねこれ。駅中には観光案内所もあります。そしてコインロッカーもありますね。地域交流センターっていう、もう無料で作業できちゃうところまで駅中にありますね。いや、すごいな。稚内駅なんと駅中に映画館まで備わってます。稚内セレクトっていう、なんかめちゃくちゃおしゃれな、なんだろう、飲食店とかめちゃくちゃ入ってそうな場所がありました。ちょっとこちら中入ってみたいと思います。ちょっとお腹空いてきたんで、こちらのカフェでご飯にしたいと思います。宗谷さんホタテピラフのスープアイスコーヒーセット、こちらアイスコーヒー食後に頼みました。であと札幌クラシックを別で頼みました。こちらいただいちゃいます。昼からのアイスコーヒーいただきます。これからノシャップ岬に向かいたいと思います。稚内駅からノシャップ駅のバスは結構多いですね。本数左に寄ります。
バスで到着しました。だだっ広い家が立ち並んでますけど、やっぱ稚内市内よりは全然、なんか郊外に来たって感じがしますね。でバス停からもシャップ岬まで歩いてみます。ちょっと距離ありそうです。こちらの分かれ道を直進みたいですね。北海道移住支援型シェアハウスっていうものがありました。シャップ岬結構あれですね、食事どころが多い。そしてなんかウニ丼とかめちゃくちゃうまそう。ちょっと待って、野生の鹿これ、やば。さすがに鹿はビビったけど、まだ熊とかじゃなくてよかったです。いやーちょっとこの先大丈夫ですかね。最近ちょっと北海道熊の被害が結構あるんで、ちょっと怖いっちゃ怖いです、その辺。なんか野生だと思うんですけど、結構その辺うろついてるんで、もしかしたら奈良の鹿みたいな感じで結構半分飼われてるというか、そんなに野生だけど野生じゃねえみたいな、そういう感じなんですかね、この鹿ってね。のしゃっぷ岬の看板、そしてあちらの奥にですね、ちっちゃい雲なんですが、利尻島の利尻富士が見えます。こちらには港があります。堤防の方にも来ていました。あちらの奥には釣りをしている方もいらっしゃいます。風が強い。のしゃっぷ岬からグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。風が強い。ちょっと今回の旅行では行けないんですけれども、次回行ってみたいですね。この人秋川屋っていう、これは土産物のお店ですかね。ちょっと中行ってみます。稚内の海産物とか北海道のお菓子とかいろいろ売られてますね。こちらに灯台と、そしてなんか建物があるんで、ちょっと見てみます。のしゃっぷ寒流水族館と、なんだ、稚内市青少年科学館、こちらがありますね。ちょっと中入ってみましょうかね。500円でなんと水族館と科学館両方見れるというふうに言われました。なんと水族館入ったらいきなりアザラシちゃんがたくさん泳いでるじゃないですか。アザラシちゃん顔見せて、こっち向いて、見てる、もう見てる。こちらはフンボルトペンギンとゴマフアザラシが共同生活してます。こちら中に入ってみます。なんといきなりクリオネが、クリオネ見える、ちっちゃ。タラバガニ美味しそう、めっちゃいる。こっちは毛ガニですかね。めっちゃうまそう。ちょっと不気味なホヤもいますね。こちらはウニです。うまそう。なんとなんと熱帯魚コーナーまであるじゃないですか。北の大地らしからぬ熱帯魚コーナー。スッポンもいます。食べたことないけどうまいらしいです。なんとなんとお魚ちゃんがいっぱいぐるぐる回ってます。しかもここは伊東っていう北海道でしか釣れない魚も展示されてるんですね。これかな、伊東。多分これが伊東。伊東に関する説明もちゃんとあります。幻の魚なんですね。北海道のごく一部でしかいないっぽいです。いや、タコめっちゃでかいな。続いて青少年科学館にも来ました。雪上車、こんなものが展示されてます。まあどちらかというと、やっぱ子供向けの施設ですが、
理科教育とかそういった感じですね。南極の石が展示されてます。こちらは南極探検隊のコーナーですね。めっちゃロマンあるじゃないですか。南極に行く船の模型ですね。南極探検隊の方々が生活していたお部屋のレプリカです。科学館の離れには南極越冬隊資料展示コーナーというものがあるので、こちらも入ってみたいと思います。これが全国的にも有名な太郎と二郎だったんです。トドの剥製があります。めっちゃでかい。奥には小型雪上車が展示されてます。251番。こちらで南極の氷の上を走るんですね。タイヤじゃなくてキャタピラ。昭和基地の一時隊の建物が展示されてます。昭和の曲も流れてます。科学館の2階はアンモナイトとか鉱石の展示がされています。ユーパキディスカス SP アンモナイトの仲間なんですかね。こちらはなんとモーターサーキットみたいなものが展示されてますね。なぜかわからないけどウルトラマンがシュワッチ。いや、ノシャップ岬想像してたより結構楽しめたんで、すごい良かったです。駅前ターミナル経由発車します。ご注意ください。ちょっとまだ日が出てるので、これからフェリーターミナルの方に向かいたいと思います。今気づいたんですけど、稚内は標識にロシア語が書いてあります。国境の街って感じですね。中央公園、こちらは市民の憩いの場ですかね。稚内といえばこちらの防波堤ドーム、でかい、長い。防波堤ドームの中は特に何かがあるってわけではないんですけれども、まあなんというかちょっと日本ではあまり見かけないちょっと海外っぽい光景が広がってます。防波堤ドームの上からは稚内の海を一望できます。あちら側は宗谷岬がある方向、こちらに防波堤ドーム、こちらに稚内の町があります。こちらがサフィールホテル稚内、こちらがスイム館、稚内市の温水プールの施設ですね。道の駅稚内も反対側にあります。フェリー乗り場までまあまあ遠いっす。そして気温は25度だけど日差しが強くてめっちゃ日焼けしてそうですね。地下層で結構遠かったフェリー乗り場、ようやく着きそうです。右手に国際フェリー乗り場、こちら多分ロシア行きのフェリーとかが出てるとこですね。と、左手に利尻礼文島行きのフェリー乗り場があります。こちらが稚内港国際旅客ターミナルです。こちらが利尻礼文島行きの稚内フェリーターミナルです。こちらはちゃんと運営しています。フェリーターミナルの中はこんな感じです。結構綺麗。2階にはちゃんとレストランもあるみたいですね。フェリーは1日3往復程度あるみたいですね、この時期だと。今回は現地調査も兼ねての単なる訪問だったので、そのままサクッと稚内駅の方に引き返します。こちらから稚内駅が見えます。特急列車っぽい電車、いや、汽車すで、彼は。も、止まっています。稚内駅に戻ってきました。いや、めちゃくちゃ歩いた。今日の宿は、こちらのザ・ステイ稚内です。ザ・ステイ稚内の
男女共用ドミトリーの様子はこんな感じ。男女共用のシャワールーム、男女共用の洗面台、トイレはウォシュレット付きでとても清潔です。共有スペースもなかなかに広いですね。なんとコーヒーとお茶も無料、これは嬉しい。キッチンもしっかりと備わっています。お腹もちょっと空いてきたので散歩がてらご飯でも食べに行こうと思います。商店街に来たんですけど、めちゃくちゃ寂れてるというか、めっちゃシャッター街ですね。いや、それにしてもあれですね、日が沈んだらかなり涼しくなってきました。宿の方におすすめされた寿司流入ってみたいと思います。昼に続き札幌ビール行っちゃいます。お通しめちゃくちゃ立派ですね。スーパーでは期間中食べられるという店を発見。お待たせしました、とっきの握りになります。展開する回転寿司チェーン松宮では、一年中新鮮なんと下にウニが、卵の下にウニがあります。こんな急速な冷凍ができるようになったんです。続いてお吸い物も来ました。解凍しても刺身として美味しく食べられるようになっていたり、ホッキは加熱しないと冷凍できなかったものが、ウニが2貫も味わえる特上寿司到着。いや、寿司めちゃくちゃうまかった。ウニやばかったな、本当に旬なだけあって。道路を鹿が歩いています。ここは奈良ではなく稚内です。泣いてる。明日は宗谷岬に行きたいと思います。それではおやすみなさい。稚内からグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。